チームラボボーダレスは順路もない美術館です。お客様自身でさまよい探索しながら作品を発見していくというコンセプトで作られた新しい体験を提供する美術館になっておりまして、会場の中に入るともう映像作品の中にお客様が包まれます。そのお客様自身も作品の一部になることによってその空間が完成されますし、まさに一期一会の出会い、そういった体験を提供する新しいコンセプトの美術館になっています。チームラボボーダレスが実現した背景には、アーティストのチームラボはもちろんのこと、いろんな方の思いが重なったっていうことがその背景にあります。森ビルとしては東京を世界一の都市にしたいというふうに思っている会社ですが、例えばロンドンとかニューヨークのような、世界的な都市に並ぶためには、もっと東京に世界を引きつけるような文化施設がないといけないというふうに考えています。で、その時にデジタルアートミュージアムというものが作りたいという気持ちを森ビルは持っていました。個人的な、私の思いとしては、テクノロジーによってもっと人々を幸せにできるんじゃないかと。で、世界で活躍をしているチームラボはその時にまだ東京に彼らは拠点がなかったので、どうしてもその東京に、世界で活躍するチームラボの拠点を作りたいと。そうすることによって世界中が注目するような美術館が日本にできることによって、それが本場となって、デジタルアートの本場となって、この場所に多くのお客様に来てもらう、そういうことを目指して作られた美術館です。チームラボボーダレスは入り口に入ると壁にさまよい探索し発見するというコンセプトが書いてあります。その通り、自分自身がまるで主人公になったみたいな体験ができて、人それぞれが違う価値を持って帰れるような、そういうテーマの美術館になっています。私は森アーツセンターという場所で展覧会を作る仕事を数年間やってきましたけれども、従来の美術館であれば入り口から入って出口まで一本道に作られていて、最初の始まりからストーリーがあって、それをたどっていくと一番理解が深まるような形で作られています。一方で、このチームラボボーダレスというのはその概念を一旦覆しまして、人それぞれが自分だけの体験を持って帰れるような、そういう美術館にしようということで、チームラボと一緒に考えて作ったものです。今はどこでも映画を見たりですとか、あと小説を読んだりですとかする中で、いわゆる他人の物語の中で感情移入をしながら物語を見ていくという話がすごく多いですけれども、これからのコンテンツというのは、自分が中心となった自分の物語で、自分だけの体験というものが新たな価値になっていくんじゃないかなということも、今回の美術館を作っている過程で考えたことです。で、結果的にいろんなお客様から、あんなところにこの作品があったの僕知らなかったよですとか、じゃあもう一回そこ行ってみようとかっていうような形で、本当に作品を探すような、そういう楽しみ方をされているお客様が多く見受けられますので、そこはなんか何度行っても楽しい美術館になっているんじゃないかなというふうに思います。ボーダレスというのは、これはアーティストでありますチームラボが考えたコンセプトですけれども、作品と鑑賞者が相対する関係ではなくて、絵を見ているお客さんっていう関係ではなくて、お客さんそのものも映像の世界に入って作品の一部になってしまう、つまり境界がない一体化する世界を作りたいと。で、それはこの世の中全体をとってみても、境界を作っているのは人間の作った
価値観であり、本来世の中にはボーダーというものがないものであり、これから今いろんな分断というものが社会で起きている中で、アートを通じて人と人とが分かり合ったりですとか、境界がない世界っていうものを作り上げていこうということで考えたテーマになります。で、実際にチームラボーダレスの会場の中に立ってみると分かることというのは、館内にものすごい数のコンピューターとセンサーがありまして、人々の動きというのをコンピューターが把握しています。ある高台に立ってぐるりと見渡してみると、さまざまな映像が動いているんですけれども、この動きというのは今この館内にいるお客様全員で作り出している景色と言えることができます。そういった意味で言うと、この中で自分一人が体験している価値はみんなで作っている価値なんだという意味でもボーダレスなのかなというふうに感じています。このボーダレスというコンセプトをチームラボと一緒に考えて空間に落とし込んで、さあいよいよオープンの2ヶ月前だったかな、関係者を呼んでテストランを行いました。森ビルの家族ですとかチームラボ関係者の家族など招いて1000名ぐらい集まって楽しんでいただいたんですけれども、その日のアンケート結果を見てみんなもう驚愕して落ち込んだんですが、すごくですね評価が悪かったんですよ。いろんなコメントを見てみると、分かりづらいですとか不親切であるとか、本来美術館に行って楽しもうと思ったのにこんなの美術館じゃないとか、そういうようなご意見をいただいてました。で、それをチームラボと一緒に見ながら、あれ、僕らが考えていた企画っていうのはきちんとお客様に伝わってないんじゃないかと、だったらきちんともっと丁寧に伝えることによってその楽しみ方が変わるんじゃないかっていうことで、先ほど申し上げた入り口にさまよい探索者発見するっていうのを書いたんですね。それが本当にオープンの1週間ぐらい前でした。迷路状になっていることとか、作品を探さなきゃいけないっていうことがいわゆるネガティブなままだったんですね。ネガティブなものがネガティブなまま伝わっちゃってたんですけれども、しっかりとマインドセットすることによってそれが価値になって、あの通路の角を曲がるとどんな作品があるのかなっていうのをワクワクしながら探しに行くようなポジティブなものに変換することができたと思っています。本当になんかマインドセット一つでこれだけ変わるんだなっていうのを実感したっていうのが、オープン前の本当に2ヶ月から1週間ぐらい前までの出来事として感じていたことです。あれは本当勉強になりましたし、チームラボととことん考えて、やってよかったなというふうに思っています。チームラボボーダレスはありがたいことに連日多くのお客様にお越しいただくことができて、プロジェクトとしてはすごく成功したというふうに思っております。ただ自分の中ではやはり都市とアートとテクノロジーというテーマで仕事をしているときに、ここの中で実現できたことは本当に素晴らしいことで、それをお客様評価していただいたことはとてもありがたいことなんですけれども、できてないこととしてはまだやっぱりその作られた箱の中に閉じこもってしまっているということがやり残していることだと思っています。つまり街全体がこのチームラボーダレスになるような世界、そういったものができないかというふうに妄想を膨らませています。今は映像装置の技術的な問題などでどうしても暗い場所が必要であったりとか、屋内の空間の方が世界観を作りやすいというような制約があるので、結果的にはベストなもの形になっているかと思うんですけれども、もう少しテクノロジーが進化してもっともっと
世の中が全て映像装置になったりですとか、自由にクリエイターアーティストが空間に自分の表現をできる時代になった時に、全ての都市全体がチームラボーダレスのようなテクノロジーを使って人々もが幸せに楽しくできるような空間になれたらいいなと、街全体がまあミュージアムになるような、そういったことを、できたらいいなという妄想をしています。